人生はクソゲーだ。明確なルールやコンセプトもない。顔や体格で差別されて、生まれ持ったキャラ性能を覆せない。理不尽で不平等、それが人生。人生というゲームに本気で向き合いなさい。ひなみあおいの言うことがもし本当だとしたら、ゲーマーの血が騒ぐな。テレビアニメ弱キャラ友崎くん